中高年の味方、自重蔵です。今日はですね、一応前回で、見ていらっしゃる方は知ってらっしゃると思いますけど、一応 YouTube は、休止ということで伝えておりましたけどですね、チャンネル登録者の皆様からですね、いろいろ意見とか、コメントがありましてですね、そのまま続けられて、頑張られたらどうかというコメントとかありまして、そういうのをですね、ちょっと休んでおりましたけど、また再開させてもらうようにですね、していきたいと思います。YouTube の方からですね、1000人超える必要が、チャンネル登録がですね、1000人超える必要があるということでですね、そういうのもありました。そちらはですね、再開しまして、1000人を目標にですね、頑張っていきたいと思います。そういうことでちょっと前置きが長くなりましたけど、時事郵送のですね、投稿ということでさせていただきます。今回はですね、日産がですね、新聞の記事からなんですけど、日産がですね、ルノーとですね、開発統合ということが新聞に載っておりました。そのことに関してですね、これもゴーンさんの直轄になるということなんですけど、これも大きく言えばコスト減ということですね。今開発ではですね、車の開発は非常に金額が、価格という高く、非常に高くなるということでですね、それを抑えたいということでですね、日産とルノーが開発統合ということですね、なったと思います。私の個人的な意見を言えばですね、日産の統合することによって日産の良さがなくならないかというところが心配ですけど、その辺はですね、ゴーンさん指導でしっかりやられると思います。そうですね、日産ももう、日本の会社というかですね、世界の会社ですからね、日産とルノー連合でですね、世界第2位のですね、自動車の販売数がありますから、その辺もですね、されてみて、これからもですね、電気自動車とかいろいろ出てますから、これからも頑張って伸びてもらいたいというところでですね、こういう記事が載ってたということでですね、いろいろ意見はあるかと思いますけどですね、しっかり企業としてですね、伸ばすというか伸びてもらいたいと思います。日産とルノー、三菱グループですねの関係としましてはですね、ルノーが日産の43%の株式を持っています。で、日産はルノーのですね、15%しか持ってません。その辺はちょっと何ていうか、日産がですね、危なかったから、仕方がないというところもあります。それと日産はですね、三菱自動車ですね、それの34%の株式を持っています。これも三菱自動車もですね、いろいろあって厳しいところを、日産に救ってもらったというかですね、ルノーグループに救ってもらったというところがありますからですね、この3社連合でですね、伸びていったらいいと思います。で、あと今回の開発統合としてはですね、主の、提携内容としてはですね、生産面ですね、生産面はお互いの工場で生産する、これは当たり前だろうと思います。それと人事部はですね、幹部らの人事を交流ですね、これを活発にやろうということです。で、部品調達に関してはですね、共同で大量安価に購入して、
やはりどうしてもコストを下げていくということになりますね。それと開発がですね、ここがですね、エンジンなど共同開発ということですね。まあ、これに関しても最終的には開発機能をゴン氏の直轄にするということですね。まあ、これに関してはもうゴンさんの意見がほとんど 100% ですね、反映するということになると思います。まあ、これがいいか悪いかはですね、5年後10年後の結果次第だと思います。まあ、そういうことでですね、まあ、日産が伸びてもらって、三菱自動車も伸びてもらって、ルノーも伸びてもらうことが一番いいですからね。まあ、期待しておりますからですね。まあ、こういうことで日産とルノーが開発投稿したということで、ちょっと気になる記事がありましたから投稿させていただきました。まあ、これで投稿終わらせていただきます。それと YouTube の方はですね、続けて、まあ、行きたいと思っておりますのでですね、チャンネル登録とですね、チャットの方登録もよろしくお願いします。まあ、こういうことで今日は終わらせていただきます。最後まで見ていただいた人は本当ありがとうございました。これで終わります。では失礼します。